さて中村さん、大観を中国で果たしてからの伊澤奈美人と自分らしい戦い、勝ち方を見せたいという東馬の一戦ですね。そうですね、この2人の対戦は本当にこの55キロのタイトル戦線にどちらが絡むかという意味でも、かなり重要な、はい、試合で、本当にこう生き残りをかけた試合になったなと思いますね。赤いグローブが伊沢、こちら青いグローブが東馬、東馬26歳、伊沢22歳です。伊沢がすでに18勝を挙げています。7つの KO 勝ち、東馬は11勝で2つの KO 勝ち。特にこの55キロという階級はずっと滝谷翔太選手がベルトを持ってて、はい、トップに続けたんですけど、今年の8月の名古屋大会でタイガ選手がベルトを取って、はい、かなり、ね、動いた階級だと思うんで、はいはい、そういう、ね、タイトル戦、次誰が上がってくるのかというところも注目されていると思うんですよね。そうですね、はい、そういった2人の対戦なんで、はい、勝負でやっぱりインパクト、そこが求められるかなと思います。はい、ここまでいい年としています赤いグローブの伊沢、高い打点の蹴り、対して苦しんでいる東馬ですから、この相手に勝って来年王手行きたいですよね。そうですね、お互いやっぱりここの勝負に勝って、はい、そうね、先っていうの見据えてると思うんで、はい、これは本当重要な試合だと思いますね、2人にとって。さて、そんな中で2人とも蹴り技の豊富なファイターです。左ハイキック、伊沢引っ掛けるような蹴りがあります。そして縦蹴り、膝は東馬、パンチで追いかける伊沢、回って東馬です。もう小比類巻選手、2人の特徴がこれ見えたような展開となっていますね。早くもそうですね、東馬選手がどういう作戦で伊沢選手来るかなと、この試合すごく楽しみにしてたんですけど。ああ、そうですか。東馬選手 のジムがやっぱりトレーナーの矢口トレーナーが、はい、パンチ教えるのが非常にうまく、はい、うん、ミット持つのもすごい上手な人なので、はい、東馬選手がパンチがちょっとレベルが上がってきたんじゃないかなって感じますね。今そう見えますか。はい、で今回の作戦も伊沢選手がローなので、はい、おそらくパンチをぶつけてくる作戦にしてるんじゃないかなと。そうですね、伊沢といえば特徴のあるローキック、もう、はい、クラッシュ1のって言っていいほど、ローが手数も多いし、はい、ローの当てる位置もしっかりとしてるし、はい、とにかく効かせる、はい、うん、ローのスペシャリストですよね。はい、東馬の膝があるんですけれども、中村さん、その膝の横ですとか裏のあたりにかかとを当て込むような蹴りなんですね。そうですね、はい、この伊沢選手がこう空手キックみたいなスタイルで、はい、東馬選手はこうボクシングキックみたいなタイプだと思うんで、はい、そういうこう、ちょっとね、色がある選手同士っていう部分でも、このペースの取り合いだったり、はい、その辺がね、こう大事になってくるのかなと思いますけどね。東馬にホールディングの口頭注意がありましたが、続行です。ガードが高い伊沢、左リードジャブ、リードジャブを返す東馬。伊沢のこの蹴り、中村さん、はい、さらにローパンチもありますしね。そうですね、いろいろ仕掛けてますね。はい、伊沢選手はこの前に出る圧力が生命線じゃないですか。はい、うん、これです、しなるようなローキック。この蹴りでも小比類巻選手、今も伊沢がパンチまで出しましたけれどもね。そこを起点にといけるか、青いグローブの東馬、いや左ミドルから入ります、右のローキックはさらに左ローは伊沢、伊沢が両方のかかと、相手の両方の足に落としてきます。もうでもこの技も浸透してきましたので、中村さん、伊沢のあのローキックにローパンチ、はい、もうあまり好奇の眼差しが注がれるということもなくなりましたよね。ですね、あとやっぱり足へのかかと落としですね。はい、右のパンチ、やや不意をついたか伊沢。ずいぶん小比類巻選手、東馬のパンチに対して伊沢が警戒してガードが硬いですね。そうですね、うん、やっぱりパンチ狙ってきてるっていうのが分かってるのか、はい、
これ今そうですね。となるとまた小比類巻選手、トーマもパンチ以外に何かもちろん打ち出してくるはずですよね。そうですね、やっぱもともとテクニシャンで、はい、こういう前蹴りとかもうまいし、はい、うん、まあ、明太スタイルというか、はい、うん、膝もうまいので、はい、バックスピンでローキック、肘で相手のパンチをガードします。伊沢、波トルネードですね。そうですね、はい、トルネードといえば先輩では尾崎慶治さんがいたわけなんですけれども、はい、まあ、伊沢選手やっぱりブロックを高くして、はい、相手を受けて返してっていうのでペース取れたりだと思うので、はい、トーマ選手の攻撃当たると思うんですね、基本的には、はい、なんであれで効かせるとか下がらせるっていうところまで持っていけるか、はい、でも今これ試合の流れがまた途切れました ね、はい、そうですね、組みついての攻撃、両手で掴んではいけないというトーマに対する注意です。前蹴り、伊沢さまざまにしなってきます。これもでも小比類巻選手今ブロックしましたかね、はい、しっかりと固めています。伊沢ローキックも逆の角度でカットしてからの攻撃、トーマの速いリードジャブもあります。ローキック、ちょっとトーマの足の位置が変わりましたね。潜るようにボディから膝、それでも右ローキック、伊沢、うん、嫌がらせのように、中村さん、いい意味で伊沢、そうですね、ちょっとこさせて蹴りたいんじゃないですか、伊沢選手は。打たせてということですか、はい、ブロックが硬いのと、まあ、はい、自分のこうなんですか、タフさっていうのも自信があるんだと思うんですよね、はい、どうでしょう、だいぶ小比類巻選手、トーマーローキック嫌がってますか、うん、ちょっと下がり出しましたよね。あ、今トーマに警告、組み付き警告です。中村さん、もう一つ、はい、この口頭注意与えられてしまいますと、そうですね、減点ということになってしまいますよね、このラウンド中。トーマー注意しなければいけません。こういうところもそうでしょう。伊沢再びガードを固くする、膝は入りますがパンチはガード、こういうのでもポイントになりますよね、はい、膝がローからパンチ、やっぱりラウンド中に何回見せ場を作るかっていうのがポイントになると思うので、はい、今みたいなコンビネーションがいいですよね。さあ本戦最後の3分間、青トーマ、赤伊沢奈美と、伊沢がまたガードを固くします。伊沢の戦いぶりは、おお、これガード落とし、そこにはパンチ、左フック、左膝、トーマ詰める、組みつきには注意しながらといきたいんですが、伊沢の戦いぶりは小比類巻選手どうですか、このままでいいですか。今ちょっとトーマ選手が、序盤出てきたので、はい、うん、プッシュされながらも攻撃もらちょっともらいましたけどね、はい、それでも右のローキック、右のかかとを相手の膝に当て込んでいきます。一つ生命線をしっかり保っての伊沢、あ、口を開いて下がっています。トーマ二段蹴り、足を中村さんだいぶ上げるようになりましたね、はい、そうですね、まあ、それでも膝、まあ、トーマ選手 のパンチ、前蹴り、あと膝、うん、左このフック結構入ってるんですけど、はい、伊沢選手をこう下がらせたりとか、はい、動き止めるまでにはちょっと行ってない、至らないですよね、まだ今のところは。そうですね、はい、お、右アッパー、トーマの強打、さらに右、それでもボディストレートは伊沢、何かでも中国での体感があってから中村さん、伊沢がちょっとや外では動じないんだという風なたくましさ身につけたようですね。そうですね、あとやっぱりこう自分の戦い方がこうはまれば倒せるっていう、こう自信も深めてると思うので、はい、相手が元キック5冠王であろうともという伊沢奈美人です。左、小比類巻選手目につくポイントありますか。まあ、下がりながらでもトーマ選手パンチ返してるし、はいはい、うん、ただ伊沢選手なら、ね、やっぱりローがしつこいですよね。そうですね、うん、はい、これ重いドスンって落とすローと、はい、あとはパチンパチンってこう精神的にダメージを負わせるローといろいろ使い分けがあるんで、はい、
そのテクニック。だから逆に攻撃してる方はあのローキック効いてると、そこのダメージに意識を持ってったらもう終わりですよね。はい、それこそ伊沢ペース。伊沢前進、もつれます。すぐに立ち上がります。早く攻撃に転じたい。トーマのパンチ、伊沢のハイキック、空を切る。膝から下がりながらでも攻撃をやめません、トーマ。このクラッシュで苦しんでいるトーマ、3戦目のトーマです。なんとしても自分らしく、そしてパンチでの成長。伊沢も右ストレート、さらに右フック、ボディへも打ち込む。膝は応酬となっている。そしてローキックはかかとで忘れない伊沢。ここで試合終了です。中村さんもまずため息漏れましたね、はい、そうですね、まあ、トーマ選手がこう伊沢選手が前に出てくるのに対して距離取りながら攻撃当ててたんですけど、まあ、伊沢選手はやっぱ食らっても前に出続けて、はい、あの攻撃を返してたんで、はい、どうねジャッジの人が判断してポイントを分けるかかなという感じですよね。いや、そうですね。赤伊沢、青トーマ。伊沢のローキックを取るのか、トーマのパンチ、その他の足技を取るのか。ジャッジはだ、30対28、青トーマ。2ポイント差でトーマです。ジャッジ加藤と30対29、1ポイント差、今度は伊沢。さて運命の3人目、ジャッジ三浦、29対29、3人目が引き分け、1対1でドロー、延長戦に突入します。戦い方も対照的です、はい、やっぱりその自分のスタイルで勝ちたいという執念を見せれるかじゃないですかね、はい、執念の伊沢のローキックがあるか、パンチから膝、前蹴り、蹴り技があるか。トーマ前蹴りで突き放すところに強振してきます、拳の伊沢。右フックはトーマ。さあ伊沢はこの距離どうなんでしょう、きっちと出るかどうか。ああ顔面が流れた、トーマ左フック、伊沢さらに膝です。だいぶ小栗巻選手、伊沢接近してきますね、うん、これでいいですか。はい、そうですね、うん、はい、ガードもあります。そして右の、どうだ、いやこれはローブローとなってしまいました。中村さん、あの強いローキックが、そうですね、はい、これちょうどトーマ選手 のパンチと膝ブロックした後、はい、まあ、ローを蹴り返したのがローブローになってしまいましたね。これはだいぶ苦しいでしょう、トーマ。さあ伊沢、しかし心境に変化は及ぼしたくないところです。少し自らの様子を伺うようにするトーマです。ウィリーマキ選手、こういう時食らった方は嫌でしょうね。そうですね、あの多少のダメージはやっぱり残るので、はい、はい、あーコート注意がありますね。続行です、2分17秒からの局面、延長戦トータルで第4ラウンド目。ストレートからアッパー、トーマがさらに膝へ。中村さん、痛んでいると見られる左の膝も繰り出してきますね、はい、トーマ。そうですね、まあ、やっぱり延長なんでね、その、はい、引いたっていう場面をちょっとでも見せちゃうと、それがもう直結しますからね、勝負前に。伊沢はどうでしょう、そこを攻め続けるのがいいのか。あ、行きますね、やっぱり右のローキック、足を巻きつけるようにして放ってきます。伊沢のローキック、かかと近い距離になる、右ストレート、伊沢残り半分を切っています。
エクストララウンド右アッパー、トーマー引きたくないローキックからパンチの伊沢にパンチで呼応するトーマーです。右ストレートかぶせるように放つ。その後トーマーの攻撃はガードする伊沢、右アッパートーマー。まあ、伊沢選手のガードも硬いですね、なかなか破ることができませんね、トーマーです。伊沢選手が攻撃もらっても下がらないですもんね。そうですね、これが強みですよね、はい、何か壁のようになってさらにかと思えば下段でローキック。この試合では空手の技をという伊沢だったんですが、それを見せつける伊沢スタイルを押し通しています。タイムストップはこれは組み付きに対するトーマへの口頭注意です。さて中村さん、はい、どんどん時間が少なくなってまいりました。そうですね、ちょっと伊沢選手のペースのように見える展開ですよね。もうダメージはそんなにね大きさないと思うんですけど、はい、ローパンチやはり下がらせていますからね、はい、そして右ロー、右かかと、左ローも放ってきます。さらにここでそのローキックの数を多くしてきました。ボディーフックもあっての伊沢、トーマが位置を入れ替える、なんとか返したいんですが、小比類巻選手やっぱり伊沢は粘り強いですね。そうですね、それでもトーマ、ね、バックスピンキック、かかと、派手さもあるぜと見せたかのようです、伊沢奈美太。中村さん、最後はもうこう飛び跳ねるような伊沢でした。ちょっとやっぱ終わった時の2人のこう振る舞いというか、はい、やっぱ対照的でしたね。今もそうですね、やっぱ 1,2,3 ラウンドあってその時のローのダメージっていうのは残るので、はい、それが延長戦にやっぱり響いたのかな。見せまいとしていたトーマだったんですけれどもね、はい、さあエクストララウンド延長の判定です。ジャッジ三浦10対9赤伊沢、伊沢ジャッジ勝本10対9赤伊沢、やはり伊沢、3人目も伊沢、伊沢奈美と延長ラウンドで蹴りをつけました。